中日落合コーチ、とんでもない状態で発見される。ストレスかな。さすがにヤバいだろ。落合コーチの現在、球団から何の発表もなく、ベンチから姿を消した落合コーチが帰ってきた。しかし、その姿は以前よりも格段に痩せてしまい顔も少しやつれているように見える。これ絶対ストレスだろ。立浪の重圧がすごい証拠だな。写真ではわかりにくいけど、現地で見たら驚愕、以前よりも見るからに痩せてて心配になるよ。選手のことを第一に考えてるからな。かわいそうすぎるよ。落合って立浪が監督になるまで中日のオファー断って、コーチ経験を積むためにロッテや韓国にも行ったのに。ヘッド兼任でやらされて辛いんだろうな。今後どうなるのか気になるわ。来年はいるかわからない、意味深コメントしてるしね。体調は大丈夫なのか？これで対談だったら、悲しすぎる。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。